ブライアンズタイム、ブライアンズタイム、1985年5月28日から2013年4月4日は、アメリカ合衆国の競争馬であり、フロリダダービー、ペガサスハンディキャップに勝利した。後に、日本に種ボバとして輸入されたサラブレッドである。競争馬時代は後に種ボバでもライバル関係となる、ナー、er、を下した1988年3月の、 フロリダダービー優勝を含め21戦5勝。アメリカ三冠競争にも参戦し、ケンタッキーダービー6着、プリークネスステークス2着、ベルモントステークス3着の成績を残している。現役引退後日本に種ボバとして移り、早田牧場2002年破産が中心となって、新ケ計とブライアンズタイム会が結成された。早田牧場は当初ボンバではなく、 この馬のいとこで1988年の全米芝ボバチャンピオンであるサンシャインフォーエバーを購入するつもりであった。しかし、競争実績の高さから当時の所有者、ダービーダンファーム側が高い価格を提示し、交渉が決裂した。そこで母が全姉妹、さらに同じ父とほぼ全兄弟も同然の血統構成を持ち、自身も重症勝ち馬であったブライアンズタイムに、 白羽の矢が立てられ代替購入となった。種ボマイリジは、折からのリアル社外ブームだったこともあり同じ父を持つ、本場は、なかなかの人気となった。3区は、その期待に応え、初年度から、中央競馬では20世紀最後、史上5頭目の日本のクラック三冠馬となった、成田ブライアン、優秀品馬、オークス優勝馬、鳥海キャロル、 地方競馬でも同じく初年度3区から通算43勝という日本の戦後競馬のサラブレッド系最多勝利記録を立つすることになる北関東の最強馬ブライアンズロマンそのブライアンズロマンをとチギダービー宇都宮で破ったカルラネーチャーなどを輩出し中央地方を問わず競馬関係者から大きな中途期待を集めることとなった2002年に早田牧場が 経営破綻した後、ブライアンズタイムのつなぎ用先が、早田の関連牧場、CB スタッドから JS の関連牧場、アロースタッドに移動。後にブライアンズタイム界の運営は、JS が行うこととなった。2000年3区以降クラシックで構想していなかったが、2007年のサツキ賞で、ビクトリーが勝利を収め、谷のギムレット以来のクラシックホースを出した。 サンデーサイレンスという大守護場の存在もあって、リーディングサイヤーこそ取れないものの、多くの活躍場を出し、1996年から11年連続でリーディング3位以内を保った。2009年4月25日の京都競馬場 1R において、3区のグランプリスマイルが勝利し、中央競馬における守護場勝利数がサンデーサイレンス、ノーザンテイストに次いで、 歴代3位となった。また、2010年3月28日に、中山競馬場で開催された、マーチステークスで3区のマコトスパルビエロが勝利し、パーソロン、ノーザンテイストに並び史上1位体となる18年連続での3区の中央競馬賞勝利を達成した。2012年11月11日にレインボーダリアがエリザベス女王杯を勝利して、 ブライアンズタイム3区の20年連続重症制覇を達成した。2013年4月4日、報告中に転倒して、右後大腿骨骨折を発症したため安楽死の処置が施された。高齢ながら健康には問題がなく、2013年も30頭ほどに種付けの予定があり、すでに10頭に種付けを行った後での救性であった。 1990年代後半には、サンデー・サイレンス、トニービンと三協主母馬として君臨していたが、ブライアンズ・タイム自身は、他二頭よりも10年以上存命期間が長く、高齢となっても種母馬として強要され、長期間にわたって、三区を出し続けた。今後は、後継主母馬が、系統の生き残りをかけて争うことになる。代表であるナルタ・ブライアンこそしたが、 マヤノトップガンは現在までタネボバとしてある程度の実績を残しており、谷のギムレットも、ヒンバーの東京優秀、日本ダービー優勝バウオッカすなど実績を上げている。中長距離に適性を示すため、仕上がりが早い3区は、クラシック戦線において活躍している。また、ダート戦で強く、レースを使われながら、コンディションを整えていくタイプが多く、眼圏で使いべりしにくい。 そのため、高齢であっても活躍が見込まれることから、小馬になって、中央競馬ではピークを過ぎたと見られる馬であっても、地方競馬の旧舎から上都の引き合いにより、再起して、当地の一戦級として活躍する場合もある。多数の活躍馬は、春のクラシック戦線以前から頭角を表しており、全体的に仕上がりが早い傾向が強い。また、脚部不安を抱えていたために、 中央競馬ではなく、地方競馬からデビューして、実績を残した馬の中からも、東京大賞店等を制した東方エンペラー、岩手や栃木の怪物の異名を持つブライアンズロマンなどを、排出している。ブライアンズタイム自身は競争馬としてはやや小柄な、部類に入る馬で、量積のある3区に、大型馬は少ない。しかし、大きな腹袋で見た目には、 実際の体重以上の重量感のあるサンクが多く、また、そういうサンクの方が走ると言われている。一方で、シルク・ジャスティスのように馬体が差して目立たないサンクが、大レースを制したり、谷のギムレットのように筋肉質の馬体ながらも、距離を越す馬など、見たところが当てにならないサンクが出ることも、ままあり、馬剣界泣かせ、予想家泣かせ、サンクを購入する側にとっても買い手泣かせという面を、 持っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。